さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
私はいつぞやと、これはまた妙なところでお会いしますね。このセキュリティを突破して侵入してくるとは。あなたに聞きたいことがあって来たの。私に？でもその前に確認させて。こんなところで何をしているの？おやおや、岸辺さんのこともご存知でしたか。仲間と言ったんですが、彼女が利用したイーターの行動原理理論を解明したのはこの私です。そういう意味では仲間と言えるかもしれませんね。おや、何か怒っていらっしゃる？あいにく私は荒事は苦手でしてね。できれば直接的な仲間でないならそれでいいよ。知ってることを教えて。待って、一体何をお知りになりたいと？エデン症候群について。全て仲間がエデン症候群の中にどうにかして助けたい。それを聞くためにわざわざこんなところまでやってきたと。私の所在を突き止め、発電所のセキュリティをかいくぐってまで。いいでしょう。もこれイーターの論文。これを解読できれば、とあるネットワークへのアクセスが可能になります。これで、あなたは私と同じものを見、同じ声を聞くことができる。実はこれ、
まだ私も解析が済んでいないものでしてね、これからいろいろと試してみようと準備しているところなんです。これの可能性は無限で、私の時間は有限だ。ぜひあなたにも手伝っていただきたい。あなたなりの解釈で解析してプログラミングしてみてください。若いハッカーの柔軟さと主張に満ちた思想があれば、これは私などが構築するよりはるかに有意義な形に生まれ変わることができるかもしれません。よく言われますが、信頼ですね。ともかく、それを探ることがエデン症候群を解明する手がかりになるでしょう。見たければ勝手に見ろってこと。知識は求めるものにこそ与えられるべきです。あなたが何のためにイーターを操ろうとしているの？探求心ですね。ただの。おや、膨大なデジタルウェーブの本流、我々が感知できるほど仮想空間を振動させるとは、どうやらうまくいったようですね、岸辺さん。何あれ、空からデジモンが。次元の扉が開放されたのです。ついにこの世界の物理法則は崩壊した。二人とも電源のアクセスポイントに急がないと。待たせて悪い、もうすぐ合図する。アクセスポイントには着いたか。急いでくれ、近道を開けてやりたいんだが手が回らねえ。おやおや、彼は君たちの親友の痕跡を改ざんするので手一杯のようですね。邪魔をしてしまった罪滅ぼしも兼ねてお手伝いしましょう。アクセスポイントまでのバックドアです。これに通ればすぐ到達できるでしょう。どうして、なぜ協力してくれるの？言ったでしょう、私と岸辺さんでは目的が違うのです。この後あなたたちや彼が何をしようと私の目的に影響はありません。それにこの程度の手伝いであなたのその痛みが少しでも和らぐのであれば安いのですよ。それではご検討を。待って、まだ聞きたいことが。
さあ、行こう。
サポートに任せて。準備できた。電源を落としてくれ。成功したの？そっちは無事か？計画自体は一応阻止できたが、それでも失敗だ。悪い。俺がミスした。何これ。何が起きたっていうの？俺はどこで間違えた？俺とお前と、新たと、三人でバカやってた時は、何も迷うことなんてなかった。新たを、許していればよかったのか？それとも、お前に全部話していれば。そうすれば俺は、誰にも置いていかれずに済んだか。なんだ？つながった。つながった。世界は解放の時が来た。我が子、アルカディオ、あらゆるものは消え去る。我が子、身の内に帰る。消え去る？帰る？最初からそうすればよかったんだな。ねえ、タック、やっぱりやめようよ。ここ、ハッカーの溜まり場になってるエリアなんでしょ？見つかったら大変だよ。大丈夫だってミポリン。俺、クーロンレベル2まで行ったことあるし。
このエリア、幽霊まで出るって噂があるんだぜ。面白そうじゃん。いやー、怖い。ミポリン泣いちゃうかも。そしたら俺が慰めてやるって。ねえ、あれって、ハッカー？大丈夫だって、ミポリン。いくらハッカーだからって、すぐ襲ってきたりするわけ。よせ。あれは獲物じゃない。消してやる。消される前に。関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門家は、それがニュースっていうものなんだね。びっくりした？すごいでしょ。大規模なデジタルシフトが起きたおかげで、私もこっちの世界に来られるようになったんだよ。君たちの世界、すっごく興味深いよ。物理的ってこういうことなんだね。ねえ、君のデジモンはまだこっちには来られないの？そっか。でもそのうち来られるようになるよ。東京のデジタルウェーブはどんどん濃くなっているから。ワームもあんまりうろちょろしないでね。だって面白いだもん。東京が大変なことになっちゃったのはわかるけど、エリカたちといつも一緒にいられるのは嬉しいしね。そう言ってごまかそうとしても無駄だからね。ねえ、スウェーデンアクメからもらった論文の解析に集中したいね。ワームマンを連れてお兄ちゃんを探してきて。その子がいると気が散るの。おい、誰だ！ PC 画面に落書きしたの！朝からずっとこうなの。ごめんなさい。